どうも、フロマンティークのユミです。本日ご紹介するのはこちら、1950年代から60年代にフランス軍で使用されていたアルパインパーカー、アルパインスモックについてご紹介していきたいと思います。前回前々回とイギリス軍だったんですけど、今回からフランス軍ですね。でまあ、フランス軍のアルパインスモークに関しては、まあ、他の M47 とかそういったフランス軍の名作に比べると結構流通量が少なく、かつ、まあ、デザインとしても、ね、めちゃくちゃかっこいいんで、今回はこちらについてご紹介していきます。それではアイテム概要について話していきたいと思います。こちらのアルパインスモークは、まあ、アルパインという名前の通り山岳部隊とかで使われていたものになります。確か第27、山岳歩兵旅団みたいな名前だった気がします。まあ、そういった部隊で使われていたものなんですけど、年代に関しては1950年代からおそらく1970入んないと思います。多分60ぐらいなのかな。まあ、多分50から60だと思います。多分タグの表記がね、大体その2桁数字、まあ、M47 とかと同じで、まあ、これに関しては3級っていうサイズなんですけど、まあ、そんな感じの、まあ、2桁表記なので、大体まあ60年代後半、70年代前半入るものもあるかなってぐらいだと思います。なのでこの50年代から70前半あたりって、まあ、第二次世界大戦が終わって、フランスが独立戦争に結構参加したりとか、まあ、あと朝鮮戦争に出兵したりとかのものが多くて、だからまあ40年代、50年代ぐらい その植民地、例えばアルジェリア独立戦争とかにおいても、まあ、コロニアルジャケットがすごく有名なんですけど、まあ、その裏でこういったものも使われていたんじゃないのかなと思います。それではデザインとディティールを見ていきたいと思います。まず全体的に見てね、まあ、これオーバースモックも本当に滑空するときにもね、確か着る用だったかな。ちょっとそれもパラシュートに使うかどうかちょっとまだ、勉強不足でわからないんですけど、でまあ本当に使われてもおかしくないぐらいのディティールですよね。まあフラップポケットがあって、で何も引っかからないように結構こうねソリッドな感じの、まあ、つるんとしたね、まあ、ディティールの使い方だと思います。もう本当にポケットが4つあって、でドローコードがウエストと裾部分にあって、でまあ結構大きめのアームがあってみたいな、でパーカー、だからもう本当にこうすごくシンプルな一着ですよね。本当に無駄なデザインが一切ないみたいな、まあやっぱりねこうフランス軍らしいねこの美的センスを感じるというか、これがまたね着るとかっこいいんですよ。でもまあその着る前にまずこのね、結構この古着屋さんのサイトだとか、まあ、いろんなブログの人とかも読んでみて、あんまりこう生地に言及してる人はいないんですよね。これ生地が、僕はそのアルパインスモック一番いいなって、まあ、デザインもそうなんですけど、生地がとにかく、まあ、僕は本当に優れてると思うんですよね。こうやって M47 だとか他の、まあ、F1 とかああいったジャケットとかフライトジャケットとか、まあ、本当にフランス軍の中でも並べてもこれと同じ生地ってなかなかないと思うんですよね。なんかこうポプリンにも似てるんですけど、まあファティーグとかのあれよりかも張りはあるし、なんかこうでもコットンツイルとかでもないし平織りだし、何なんだろうこれみたいな、だから結構本当になかなか類を見ないような生地だと思うんですよ。だからまあ本当にこれも山岳部隊のものなので、まあ林の中に入って、まあ、木とか枝とかトゲとかそういったものから身を守るためのような生地であると思います。でさらに植民地なので結構アフリカの方なんですよね、そのフランスの植民地って。まあ、そっちが多いんですけど、そのアフリカの方って基本的にね、まあ、高温多湿な地域が非常に多いので、だからまあコットンキャンバスとかああいう生地は使わずにこんな感じで薄いのに張りがあるみたいな、だけど本当に簡単に破けないぐらいの、まあ、張りを残すみたいなね、まあ、非常に結構珍しい生地だとは僕は思います。まあやっぱ本当にコロニアルジャケットとかあっち系の生地にやっぱ近いですかね。なのでね本当に袖を通した時のね表情もめちゃくちゃかっこいいんで着てみたいと思います。ということでこちらフランス軍のアルパインスモック着てみました。まあ、さっきの M47 の上にね着てるんですけど、まあ、フランス軍×フランス軍で着てもやっぱ意外とそこまでねミリタリー感が少ないっていうのが本当面白いですよね。まあ、生地的にはもうミリタリーはミリタリーなんですけど、やっぱ本当にね、やっぱ M47 に関しても、アルパインに関しても、本当フランス軍って幅が広いなってめちゃくちゃ思いますね。なんでなんだろうな、アメリカ軍とかでこういうのやったらもうこってこてになるんですけど、まあ、イギリス軍も物によっては結構こってこてになっちゃうんですけど、フランス軍はなんかこうやっぱ合わせてもね、全然いやらしくない。M47 もやっぱ人気の理由がすごくわかりますね。で、まあこちらに関しては結構まだ状態のいい方なんで、まだまだ生地が落ちてくると思いますね。まだ全然ね、針がね、バッキバキに残ってる状態なんで、まあ一回だけね、水洗いしたぐらいなんで。でもまあデッドストックでは一応ないですかね。まあかなり綺麗なユーズドだったと思います。まあこれからの経年変化もね、これ楽しみですよね。いやーめちゃくちゃやっぱいい生地だな。本当にね、やっぱ針があるからこそね、シルエットとしてはすごく長い、まあ丸っこさというか、になるんですけど、結構可愛すぎないみたいなね、
すごくいい落としどころですよね。まあ、やっぱりこれは本当にこの記事じゃなかったらそこまで人気になり得なかったんじゃないかなってのは思います。まあ、でも本当に怖そうだと思いますね。まだまだなかなかこう入りたての方は本当に多分知らないような一夜かと思います。本当にでもね、名作ですね。でこのアルパインスモックの特徴でもあるこのウエストのドローコードを締めてあげてもね、またかっこいいですよね。これさっきみたいなストーンと落ちるシルエットじゃなくて、こうねウエストにポイントを入れてあげて、でパンツはねさっきみたいなストレートのシルエットのパンツじゃなくて、これだけテーパーとかね結構かかったパンツとかで合わせるとね、なかなかメリハリが効いていいんじゃないのかなと思います。僕はやっぱアルパインとかこういうものに関してはもうミリタリーらしく着るっていうのもこんな感じでね、今風に落とし込んでね、まあ、若干こう可愛いねこのストリート感というかね、ストリート感とはまた違うな、何なんだろう、まあ、現代チックに着るっていうのが僕はすごく好きなんで、まあ、本当にねこのアルパインに関してもそういった部分までついてきてくれるような本当にいい子ちゃんですね。これもね、ほんとまとまって入れたかったんですけどね、一着しか手に入んなくて、やっぱあっちでもね、たまに見つかるんですけど、本当にね、高くて、価格が、なかなか仕入れらんないのがね、現状だったんで、やっとやっとね、仕入れられたのが嬉しいです。というわけで今回は1950年代から60年代に作られていたフランス軍のアルパインスモックについてのご紹介になりました。で今回のねこちらに関しては本当に1点だけなんで、次回ねもっと買い付けられるように頑張りたいと思います。本当にねいいスモックなので、でまあ販売方法だとか販売期間に関しても、概要欄の方で載せておくので、ぜひぜひご覧ください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラムのフォロー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは